どうも、健康生活チャンネルの海老原貴弘です。今回はですね、脳を破壊して死亡率を 1.3 倍に高めてしまう睡眠不足の影響についてお伝えしたいと思います。で、睡眠というのは人間に必須なもの、それはあなたも知っていますよね。人間は4日寝ないと死んでしまうというふうに言われていますが、長期的に見ても寝不足が続いただけで寿命が短くなってしまったり、死亡リスクだけではなくて病気のリスクが高くなったりとか、体調不良が出てきたり、精神的な症状などにつながるとても重要な行動なんですね。しかしですね、今睡眠の質が低かったりとか、睡眠時間がめちゃくちゃ足りない方が増えているんですよ。もう睡眠を軽く見てしまっていて、もう夜中までね、ずっとゲームをしてるとか、ネットフリックスとかの動画を見てるとか、テレビを見てるとかで、もう夜更かしをしてる方も結構多いんですよ。あるいは日本人ってめちゃくちゃ勤勉な種族ですから、その仕事がね、とても忙しすぎて、サービスの残業をして、そして帰ってくるのがもう夜遅くてですね、寝る時間がなかなかないという方が多いんですが、それはあなたの人生を不幸にしてしまうとても恐ろしい習慣かもしれないんですね。そこで今回は睡眠の重要性と対策について、睡眠不足が脳と体を破壊してしまう危険性があるのか、実際に私たちの生活にどのような悪影響があるのかについてお伝えします。睡眠不足であるとか、睡眠の質が低いという方は今後一生に関わる重要な情報ですから、必ず最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは、健康、美容、ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、今より一歩健康になりたい方は今すぐ下の赤いボタンからチャンネル登録をお願いします。で、私たちの体はですね、寝ている間に体の修復を行いますので、健康になりたい方にとって十分な睡眠時間は、とっても大事なことなんですよね。しかしですね、私の整体院へ来ていただいている方には必ずですね、私は睡眠時間がどれぐらい取れているのかということについて質問させていただくんですけども、結構短い方が多いんですよね。例えばですね、仕事が忙しくて夜中の1時に寝て朝6時に起きるから睡眠時間は5時間ですという方とか、もうひどい方の場合には夜中までずっとですね、さっき言ったようなネットフリックスとかをね、動画配信サービスを見ていて、あの24みたいなね、あのずっと長く続くその洋画系、洋画じゃないな、あの外国のドラマとかあるじゃないですか。ああいうのをずっと見ていて毎日の睡眠時間が4時間ですというか、めちゃくちゃね短い方もいらっしゃるんですよね。でもこれはとても怖いことだなというふうに思って動画を撮ることにしたんです。これはですね、私の昔のね、私にも言いたいことでもあるんですよね。私は昔ですね、ずっとね、ゲームがめちゃくちゃ大好きな時期があって、毎日のですね、睡眠時間がね、夜中の4時に寝て、で朝の7時に起きるから3時間しかないっていう毎日を繰り返していたんですよ。でもそうするとめちゃくちゃ体調不良が出ちゃって、これやばいと思ってもうやめることにしたんですが、それぐらいですね、私も睡眠時間をね、軽く見ていて、取れていない時期っていうのがあったんですよね。そして見事に体調不良になりました。なので、そういったあなたにはですね、そういった苦労をしてほしくないですし、今もしもですね、体調不良で苦しんでおられば、それはもしかしたら睡眠不足のせいかもしれませんので、それで今回お伝えすることにしたんですね。で、睡眠の重要性について睡眠研究の第一人者であるカリフォルニア大学サンディエゴ校のダニエル・クリプキ教授という方がいらっしゃるんですけども、この方による最新の研究では、理想的な睡眠時間というのは6時間半から7時間半というふうに言われているんですね。あなたはいかがでしょうか？これぐらいの睡眠時間取れていますか？睡眠不足というのは健康にとって最悪の敵と呼べるほど体に悪いものなんですね。睡眠が足りていないことをですね、通常は睡眠不足というふうに言いますけれども、専門用語では睡眠負債と呼ぶんですね。負債、つまり眠りの借金なんですよ。睡眠が足りていないのは借金と同様で、いずれですね、負債が溜まっていってしまうと、お金であればね、借金がずっと溜まっていくと、もう払い切れずに自己破産してしまうことになるじゃないですか。これがですね、睡眠負債が溜まっていってしまうと、もうですね、その睡眠が足りなすぎて、脳と体がですね、自己破産するようにバランスを崩して、一気に健康を害してしまいます。
例えばですね、突然重い病気になってしまったり、うつ病になってしまったり、自律神経の症状が一気に出てきてしまうなど、このような対策難しいようなですね、大変な状態になってしまうんですね。でしかも恐ろしいのは、このような状態というのは突然やってくるということなんですよ。ほとんどの方は突然症状が出てきたとおっしゃっているんですね。でまた脳や心臓の病気も突然現れるものなんですよね。そしてうつ病もですね、本人が気づかないうちにもうとても重度になってしまうものなんですよ。これがですね、例えば徐々にね、体調が悪くなるならまだ危険性がわかるじゃないですか。例えば脳血管障害であればですね、徐々に腕がしびれてきて使えなくなってきて、日に日に悪化していくと、これであればめちゃくちゃやばいことがね、体に起こってるというふうに気づいて病院を受診しようと思いますよね。そして例えば自律神経症状であれば、ある日ですね、ちょっと動悸がして、ちょっと不安な、ね、気持ちが出てきて、それが日に日にですね、動悸が出る回数が増えたりとか、不安も強くなってきたら、いずれはですね、これは結構大変なことになってきているから、ちゃんと治そうと思って、睡眠を取ろうと考えるというふうに思うんですよね。でもそうじゃないんですね。これらの症状というのは、睡眠負債が溜まっていくと一気にいきなり現れますので、睡眠が重要だと気づいた時にはもう遅くて、それから慌てて睡眠時間を長く取るようにしても治るまでにとても時間がかかってしまうというケースが多いんです。だから怖いんですよね。今のうちに、何も症状がないうちに十分な睡眠時間を取ってほしいんですよ。あなたに後悔してほしくないんですよね。でそんなですね、借金のように膨れ上がる睡眠負債なんですけども、実はですね、日本人というのは世界一睡眠偏差値が低い国だと言われていて、睡眠負債を抱えている睡眠不足症候群と言われる症状の人数が外国に比べてとても多いという統計があるんですね。で世界のですね、睡眠時間を見てみると、アメリカ人の平均睡眠時間は 7.5 時間なんですよね。そしてフランス人の平均睡眠時間は 8.7 時間なんですよ。それに比べて日本の平均睡眠時間どれぐらいだと思いますか？慢性的にね、その睡眠不足の方が多い国ですよ。睡眠偏差値が最も低い国、この国の睡眠偏差値じゃない、睡眠の平均時間はどれぐらいだと思いますか？これね、実は 6.5 時間なんですよ。めちゃくちゃ少ないと思いませんか？アメリカが 7.5 時間でしょ。そこからしたら1時間少ない国なんですよ。でフランスの平均睡眠時間は 8.7 時間ですから、もうフランスと比べちゃうと 2.2 時間も睡眠が短い国なんですよね。ですから日本人はですね、平均的にとても睡眠時間が短い国というか種族というかなんですよ。でまた日本人はですね、睡眠時間が6時間未満の方が約 40% もいるというふうに言われている統計もあります。6時間というのは、これは短時間睡眠に入る数値で、人間がですね、健康的に生きるためには十分とは言えない時間になってしまうんですね。で実はですね、睡眠負債というのは借金を作るとですね、利子がどんどんと膨らむように、リボ払いとかね、今大変じゃないですか。リボ払いしちゃうともう原本がね、なかなか減らないから、返しきらないみたいな人も結構増えてるんですよね。これと同じようにですね、借金がどんどん膨らんでしまいますので、睡眠負債もですね、同様に負債がですね、雪だるま方式に増えてしまうんですよ。もう雪だるまをね、転がすように、もうどんどん睡眠負債がね、もう雪がくっついていくように増えていくわけですよね。だから恐ろしいところでもあるんですね。ですからですね、その平日ではね、睡眠時間が十分に取れないからと、結構ね、眠気が溜まっている方とか、疲れが溜まっている方多いと思うんですよ。で、そういった方はですね、週末にだけ、例えば土曜日であるとか、日曜日にだけ寝だめをする方もいらっしゃると思います。しかしですね、週末だけではとても足りないんですよね。もうその頃にはですね、もう睡眠負債が大きく膨れ上がってしまっていますので、もうその週末の寝だめだけでは返しきれないんですよ。寝だめというかね、ためられていないんですけどね。もうその頃には睡眠負債が溜まっていて、睡眠不足がめちゃくちゃ多い状態ですから、その睡眠負債を週末のたくさん寝ることでね、借金を返そうとしている状態なんですけども、それでもね、週末だけでは返しきらないんですよ。
例えばですね、平日5日間で毎日1時間ずつ睡眠が足りないとすれば、計算通りにいけば週末にですね、5時間睡眠時間を長めにとればいいやというふうに考えがちなんですけども、まあそうですよね。毎日1時間ずつ睡眠不足をためていくと合計5時間ですから、それを週末にね、5時間寝てしまえばチャラになると。まあそう考えがちですよね。でもそううまくはいかないんですよ。5時間睡眠時間が足りなければ、もうそれはですね、週末になると睡眠負債がどんどん増え続けていってしまって、例えばですね、10時間睡眠時間を取らないといけないとかですね、まあ必要な睡眠時間というのがとても長くなってしまうんですね。まあ、ですから毎日の睡眠時間をちゃんと確保してもらった方がいいんですね。だってそう思いませんか？例えばですね、今1万円を借りたとして、それをですね、週末になったら2万円返さないといけないなんて、もうとんでもないぼったくりじゃないですか。もう法外な利子をつけられますよね。でもそれが睡眠負債だと当然ながら起こってしまうことですので、まあそれだったらね、ちゃんと毎日睡眠時間を十分にとった方がいいと思いますよね。そして睡眠時間はですね、死亡率とも密接な関係があります。サンディエゴ大学の行った睡眠時間と死亡率との関係性を調べた研究では、最も死亡率が低いのは毎日7時間の睡眠時間をとっている人だったという結果になったんですね。そしてさらにですね、この研究からは短時間睡眠では6年後の死亡率が 1.3 倍も高くなるということも分かったんですよ。まあ、ですから短時間睡眠、つまり睡眠時間が足りない方というのは、6年間でね、死亡率が 1.3 倍にまで上がってしまうということは、もうこれはとても恐ろしいことだと思いませんか？今はですね、若いから大丈夫と思っている方も、急にですね、死亡してしまうリスクも上がってしまうんですよ。ですので、短時間睡眠の方はですね、確実に寿命を短くしてしまうというふうに言います。怖いですよね。でまた睡眠負債のある状態ではマイクロスリープ、これは日本語では瞬間的居眠りというですね、まあ、瞬間的に寝てしまっている状態になることも分かっています。あなたも経験ないですか？何か作業していてですね、カクンというふうに寝落ちしちゃうような、一瞬カクンってなっちゃって、ああいけないみたいな、そんな経験あると思うんですよね。私もですね、昔たくさん経験ありました。仕事中であるとかゲームをしている最中とかですね、今暇な時とかね、テレビ見てる時とか、カクン、あ、寝てたみたいな、そんな瞬間ってありますよね。これがマイクロスリープというふうに呼ぶんですけども、これがですね、もう無意識のうちに出ちゃうんですよ。ですから例えばですね、車の運転中にこれが出てしまうといかがですか？非常に危険が伴うようになりますよね。これでヒヤッとした方も多いと思います。でまた睡眠不足の状態というのは脳の機能が著しく低下することが分かっています。でこの状態はですね、例えばお酒に酔っているのと同じぐらい脳の働きが低下しているそうなんですよね。でそうするとですね、仕事の効率はもちろん下がりますよね。まさかですけども、お酒を飲んで仕事に行こうと思わないじゃないですか。とてもその正常な、ね、仕事ができるとは思わないですよね。でもそれをあなたは睡眠不足によってそんな脳の状態で言ってるかもしれないんですよ。で例えば学生さんであればですね、勉強などは当然ながら頭に入るわけないですよね。お酒を飲んで勉強しようなんて思わないじゃないですか。まあ、ですから仕事であるとか勉強をですね、頑張りたい方、運転をする方は睡眠不足というのはとてもデメリットが大きいものなんですよ。でもしですね、あなたが今寝る時間がですね、十分に取れていなくて睡眠不足の状態なのであれば、それはとっても損をしている状態なんですね。ぜひですね、十分な睡眠時間を取るようにしましょう。で逆にですね、今までショートスリーパーだった方、睡眠時間が足りない方は、睡眠時間を正常に戻すことで、十分に取ることで仕事の効率であるとか勉強の効率、さらにスポーツの効率までも上がるということが研究の報告から分かっていますので、睡眠時間を確保するだけでも素晴らしい効果がたくさん得られることが分かっているんですね。結構得ですよね。でまた睡眠時間は長すぎても短すぎてもいけないんですよ。平均以上に眠っている方の死亡率というのは睡眠時間が短い方と同様に高いというふうに言われています。ですから正しい睡眠時間に収める必要があるんですね。
で、またですね、他の研究では睡眠時間が長すぎると認知症リスクが高くなることも分かっていますので、やっぱりですね、脳を結局壊すことにつながってしまうんですね。まあ、だから正しい睡眠時間が必要なんです。まあ、多分ですね、仕事の都合であるとか家事とか育児などでなかなか睡眠時間をね取れない方はね多いと思います。まあ、とはいえですね、やっぱり健康には変えられないと私は思うんですよね。ですので、ぜひですね、この機会にあなたとあなたの家族の睡眠時間を見直してみてください。ということで、今回は脳を破壊して死亡率を 1.3 倍高める睡眠不足の影響についてお伝えしました。で、睡眠というのは病気であるとか体調不良、そして死亡率に直結するとても重要なものなんですね。睡眠が足りていないことで、あなたはいずれ人生において大きく損をしてしまう可能性がありますので、というか今すでに損をしている可能性もありますからね、ぜひ今のうちに十分な睡眠をとれるようにしましょう。で、私の別の動画でですね、この睡眠をちゃんと取りたい方のために、すっきり起きたいあなたに、スタンフォード式最高の睡眠という本の解説と、今日からできる実践法について話した動画や、確実に不眠症を改善する9つの習慣という動画、そして2分で眠れる米軍式睡眠法という動画などもありますので、ぜひ次はこちらの動画を下の説明欄のリンクからご覧になってください。で、また私の内臓の働きを高める根本改善専門の整体院や、食欲を抑えて健康的にダイエットができるサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログに興味を持っていただいたら、下の説明欄のリンクからご覧になってください。で、また今回の内容が少しでもためになったなというふうに思っていただけたら、動画を作る励みになりますので、高評価とコメントで応援をよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。